こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヤグリ、これは好スタート。ストーンシャワー、この馬も好スタートを切りました。ロススペイン、前に行きそうです。シアトルフォース、それに続いています。さらにはミルサスピション、8番ストーンシャワー、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ストーンシャワー先手を取りました。その隣にロススペイン、その外からシアトルフォース、緑の帽子ミルサスピション、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭からストーンシャワー先手を取りました。その横にロススペイン、その外からシアトルフォース、スペシャルウィーク、いい位置です。並んで4番ランマリン、すぐ後ろにラッキーガード、その隣にパープルモントレー、並んで6番オールキャニオン、その外からランニングワンダー、最後方にドクターバーリン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度7番フリートシャルマン、レースを引っ張ります。さらにはランマリン、黄色の帽子ストーンシャワー、その後ろ。すぐ隣にイージーカード、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてフリートシャルマン、イージーカード、ほとんど差がありません。ミルサスピション3番手、スペシャルウィーク、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はイージーカード、その隣からはミルサスピション、内からはストーンシャワー、その外からはシアトルフォース、離れてオールキャニオン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはミルサスピション、あと 200m、 先頭はスペシャルウィーク、残り 100m、 スペシャルウィーク、先頭。2番手はミルサスピション、スペシャルウィーク、1着スペシャルウィーク、完勝スペシャルウィーク、1着。2着はミルサスピション、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは待機シャトル、待機シャトル先頭。2番手は進行フォレスト、懸命に追いすがります。やはり待機シャトル先頭だ。残り 200m、 待機シャトル先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はマイネルラブ、待機シャトル今ゴールイン、段違いの強さです。待機シャトル1着、2着はマイネルラブ、これが G1 馬の実力だ。待機シャトル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはセイウンバトラー、セイウンバトラー先頭。2番手はセイウンバトラー、セイウンバトラーいっぱいになった。あと 200m、 先頭はノーザンツイスト、ノーザンツイスト先頭です。このまま押し切るか。オリーブファイヤー、ノーザンツイスト追いすがります。オリーブファイヤー、オリーブファイヤー1着、2着にはどうやらノーザンツイスト、見事に勝ちました。オリーブファイヤー、ノーザンツイスト2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に体感するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアニーエトワール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはメインチャーマー、綺麗なスタートを切りました。5番メインチャーマー行きました。これに続いて河内サタデー、ピンクの帽子アニーエトワール、その後ろ、その外にナリタルナパーク、笑顔を見せてそのうちに続いています。青の帽子オートリウェザー、その後ろ、その外からブレイディ・ジュリー、並んで12番ベジロバトル、エトワール・アース、この馬もこのグループ、すぐ隣にエア・エベン、エリモ・エクセル、そのうちに続いています。内からはサンフォード・ドーン、アドマイア・トリガー、そのうちに続いています。並んで6番ノーブル・ビーチ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。河内サタデー早くも先頭、2番手はアニー・エトワール、ランフォザ・ドリーム3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。河内サタデー先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はランフォザ・ドリーム懸命に追いすがります。やはり河内サタデー先頭だ。あと 200m、 河内サタデー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はエリモ・エクセル、河内サタデー大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。